日本財団と環境省が共同実施している海ごみゼロアワードの表彰式が行われた。海ごみゼロアワードは海洋ごみ対策において国内の優れた取り組みを発掘し広く発信することが目的で、2019年に続き2度目の開催となった。そして314件の応募の中から最優秀賞に選ばれたのはバンフォーレ甲府エコスタジアムプロジェクト。2004年から始まったエコスタジアムプロジェクトは、フード、ドリンクに日本のプロスポーツクラブで初めてリユース容器を導入。また利用客が主体的に関われるようにデポジット方式を取り入れている。その結果、16年間で99万個のリユースカップを使用し、76.2 トンの CO2 を削減したという。スポーツが与える、皆さんに与える影響って非常に大きいので、この問題を知っていただくという意味でも非常に大事なことだと思います。共同のプロジェクトを今始めてるんです。1試合あたり行われるホームゲーム全体のですね、どのぐらい温室効果ガスを排出しているのかというのを、見える化をしようと。最終的には、何か学校の環境教育のプログラムにこれを、できればいいなと。その他にも審査員特別賞など計8つの取り組みが表彰され、活動奨励金が授与された。みんなやっぱり海とつながって生きていることは間違いないわけだから、その中で何ができるだろうか、こういう問題に近づいていくアプリっていうのはもっと出てくると思う。ウィズコロナの時代ではございますが、ぜひともそういった日本をこう元気づけるような、プログラムをぜひ、たくさん実証していただきたいと思っております。